はい、こんにちは。パーカッション高見です。ゼロから始めるパーカッションカバサ編。今回は前回やりましたカバサの基本的な回転させて鳴らす奏法。これを使っていろいろなリズムを演奏していきましょう。で、最終的にはですね、楽曲に合わせて自分で好きなリズムパターンを作り出せるっていうところまでレベルアップしていきますので、ぜひこの動画でマスターしてください。はい、では早速ですけれども、パーカッションでリズムを演奏する上で覚えていただきたいことがありますので、まずはこちらを見てください。どうぞ。こちらはですね、僕のいろんな動画で登場しておりますが、今回初めて見た方のために説明しますと、リズムというのはですね、簡単に言うと、音を出すところと出さないところの組み合わせでできています。パーカッションで言うと、叩くところと叩かないところですね。で、いろんなリズムを細かく細かく分解していくと、ここに表示されている16個のうちのどれかに分類ができます。で、この16個を僕は文字と呼んでいるんですけれども、この文字は何かというと、それぞれですね、1、2、3、4のタイミングでどこで音を鳴らすかという表示になります。例えば A だったら1、2、3、4の1が、叩くところなので、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4といった感じ。B だったら1、2、3、4の2が発音するところで、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。C だったら、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。D だったら、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。という感じです。で、これら16文字が楽器で演奏できて、しかも自由に組み合わせることができれば、もうあらゆるリズムが演奏できるという塩梅になります。例えるならですね、あ、いうえをかきくけこといったですね、1文字1文字を覚えて、それらを組み合わせて単語にしたり、文章にしたりするような感じです。もう単語にしたり文章にすると意味を持たせることができるし、誰かとコミュニケーションを取ることもできますよね。で、音楽におけるその要素がこれら16文字であるといった感じなんですね。なので、取り急ぎこの16文字はもうこのままですね、まるっと丸暗記しちゃってください。もうこのままです。かなりシステマティックな方法なんですけれども、これはですね、もうパーカッションとか打楽器をやる上で一生使える万能の方法になりますので、まあ覚えて損はないかなと思います。はい、それでは16文字を一つずつカバサで演奏していきます。練習方法としてはですね、口で1、2、3、4、1、2、3、4ってカウントしながら、それと同時にカバサを鳴らしてあげるといい練習になると思います。例えば A だったら1、2、3、4の1で発音します。で、今回はですね、ダウン、アップ、ダウン、アップをずっと交互にやっていきます。こんな感じです。せーの。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、ダウン、アップ、ダウン、アップっていう感じですね。2回連続はないです。で、1で発音して、2、3、4が休み。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4という感じです。では続いて B やっていきます。B は1、2、3、4の2で鳴らして、1、3、4は休みです。1、2、3、4、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 1、2、3、4です。続いて C は1、2、3、4の3が鳴らして1、2、4は休み。1、2、3、4、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 1、2、3、4です。D は1、2、3、4の4を鳴らして1、2、3が休み。1、2、3、4、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 1、2、3、
1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。はい、この要領でどんどんやっていきます。E は1、2で鳴らします。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4です。続いて F は2、3で鳴らす。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。G は3、4で鳴らす。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。H は1、4で鳴らす。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。I は1、3で鳴らす。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。J は2、4で鳴らす。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。K は1、2、3で鳴らします。1、2、3、4、1、2、
L は2、3、4で鳴らします。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。M は1、3、4で鳴らします。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。N は1、2、4で鳴らします。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。O は1、2、3、4すべて鳴らします。で、最後、P はなしですね。これで全部のパターンになります。はい、では続きまして、この16文字を一定のテンポに合わせて、次々と切り替えていくっていう練習をしてみましょう。で、今回僕はですね、オケに合わせて、各文字をそれぞれ8回ずつ演奏するっていうのをデモでやってみます。でも皆さんはですね、何か好きな音楽をかけて、それに合わせて、やってみてください。はい、ではやってみます。1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, せーの、A。B。C。D。E。F G H I J K S M N O B という感じです。これは今 A から P までそれぞれ8回ずつ演奏したんですけども、これを4回ずつにしてみたり、2回ずつにしてみたり、1回ずつにしてみたりしてですね、どんどん切り替えるタイミングを変えて練習してみてください。はい、ではここまでできましたら、自分で好きなリズムパターンを作ってみるっていうのもやってみましょう。全然難しくなくてですね、今やった16文字の中から好きなのをピックアップして繋げて演奏するっていう、それだけです。例えばよくあるのが G、C とかですね、G と C を繋げて演奏します。1,2,3,4,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 
みたいな感じです。でぜひいろいろな文字の組み合わせでリズムパターンというのを作ってみてください。でずっと同じパターンを繰り返しててもいいですし、こう時々違う文字を挟み込むことによってフィルイン、おかずみたいな効果を生み出すこともできます。はい、以上がカバさんの基本的なリズムの演奏方法と作り方でした。いかがでしたでしょうか。で今回ですね、手順をすべてダウンアップダウンアップと交互にやる方法で解説したんですけども、これ場合によってはダウンダウンアップダウンダウンアップといった風に2回連続で行った方がやりやすい場合も出てくると思いますので、まあその場合はやりやすい方で全然構いませんので、好きなやり方でやってみてください。で次回以降はですね、また違ったカバサの演奏方法っていうのを紹介していきますのでお楽しみに。はい、こんな感じでこのチャンネルはパーカッションのレッスンや情報発信などいろいろしておりますので、ぜひチャンネル登録やシェアなどよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。